有名格ゲープレイヤーの書籍。例えば、梅原さんなら勝ち続ける意志力。一日一つだけ強くなる。勝負論、梅原の流儀などがありますが、亀田さんが読んで一番良かったと思う本はどれでしょうか。もちろん、時戸さんなど他の方の本でも構いません。はい、お便りいただきありがとうございます。私はですね、書籍はですね、お布施として買った本は結構あるんですけど、買った本は、てか結構買ってはいます。業界の発展のためにっつって、ね、ゲーマーがいい世界になってほしいなと思って、とりあえず買うんですけど、買ってます。勝ち続ける意志力が、ドラえもんみたいな表紙だった記憶があります。確か。で、ただね、俺はね、梅原さんの、あれはね、何の時だったかな。慶応技術と慶応大学とかで、確か講演をされてるはずで、あのトークとかは結構好きで見ましたね。結構昔だったと思うんですけど、まあ一日一つだけ強くなるの本の時だったかな。なんで、まあ多分読んで一番面白いだろうなってなるのは梅原さんかなという気はしますけど、単純にお話が面白い人なんで、ただ文章とか、その小説じゃなくてそのこういう書籍ですよね。みたいな感じで、一方的にこう、向こうの考えを押してくるっていうやつよりは、その対談というか、質問を聞いて、受け答えするみたいなやつの方が、まあ、梅原さんの良さって出るんじゃないのって俺は思ってる派だったんで、あんまりね、本を読んでうんぬんかんぬんは実はね、モチベーションが上がらないというのはあります。実際、梅ちゃんとかはさ、ほら、マシュマロ、今だったらモンドだっけ？とかやられてたりしますし、結構、いい回答されると思うんですよね。少なくとも俺がこのやってる配信よりはだいぶこうね、親身になった回答をしてくれてるように思います。全部を全部見てるわけじゃないですけどちょっと私のねやつは結構あれな感じですけど、なのでまあそうだな、やっぱね、最初に出たやつが勝ち続ける意志力だったと思うんですけど、これはねやっぱインパクトありましたね。確か最初に出た本あれだったよな。だけど、考え方的には、その一日一つだけ強くなるの時の考え方の方が、なんか、俺は、やっぱりビジネス書というか、あっち系的には分かりやすくていいなって思った記憶はありますね。あ、森さん、活字読む暇あったらアケコン叩いてそう。そういうわけでもないよ。そこまででもないよ。ちゃんとパッドだって押しますよ。キーボードだって打つ。世の中には消費型のオタクと生産型のオタクがいて、まあみたいな話になってくるんですけど、まあ、どっちかっていうとね、生産型なんで、こうなんかね、作る方に行きがちなんですよね。これね、結構難しい。だから、なんだ、FGO だったら、まあ、ジナコと、あ、名前が出てこねえ。名前が出てこねえ。清姫じゃなくて、大阪部だ。大阪部姫のだったら、まあその同人誌とか書いてる大阪部の方は、生産型でしょみたいな話ね。なんで私あんまり本読むとかよりは結構ね、なんか書いたり作ったりする方が性に合ってるんで、そういう時にうんぬんかんぬんという話ではありますね。すいません、参考にならずに申し訳ないです。逆にこの本おすすめだよっていうのがあったら、ちょっとコメントとかまたマシュマロ送ってくれるでもいいんで、送ってくれたら読んでみます。本棚から取り出します。お便りいただきありがとうございました。